いや、これは、レゴロボ好きは買って損はない傑作品ですね。めちゃめちゃ素晴らしいです。皆さんこんにちは、自称レゴブルだ。ひらひら。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴクリエイタースーパーロボットです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューします。はい、今回のこちらは今年の3月1日に新しく発売されたレゴクリエイターです。1月の下旬か2月頃に新作のレゴクリエイターの発表があったんですけど、僕はこれをめちゃめちゃ楽しみにしてました。ちなみにこちらは徳島のトイザラスで1200円で買いました。はい、外箱はこのようになっていて、このスーパーロボットがめちゃめちゃかっこいいです。これパッと見、僕の中ではこれマジンガー Z を彷彿とさせます。今回こちらのスーパーロボット以外にメカドラゴンとジェット機に組み替えることができます。箱の上はこのようになっていて、このスーパーロボットの立ち姿がめちゃくちゃかっこいいです。はい、箱の後ろはこんな感じです。ちなみに僕はこちらのレゴクリエイターを、はい、3つ買いました。前回の動画でも言ったんですけど、僕は一度に同じレゴクリエイターを3つ買うのは人生でこれが初めてです。前回の動画で話したと思うんですけど、僕がなんでこれを3つ買ったのかというと、1体ずつ組み立てて、そこから変形合体ロボを作りたいからです。なので僕の理想としたら、このスーパーロボットにバラバラになったメカドラゴンとジェット機が合体して1体のロボにするのが僕の理想です。で、さらに言うと、このレゴクリエイター1個1200円なので、3つ買いはめちゃめちゃめちゃしやすかったです。では開けましょう。ちなみにめちゃめちゃどうでもいいんですけど、僕が徳島県に帰ってきて初めて組み立てるのはこのスーパーロボットです。はい、箱の中にはパーツが入った袋が全部で3つと説明書が3冊入ってました。ちなみに説明書の裏にこんな感じでレゴロボが載ってました。はい、それではレゴクリエイタースーパーロボットを組み立てます。完成、スーパーロボットです。おおおもうこれ最高。はい今まで僕が組み立ててきたレゴクリエイターのロボット枠でこれが一番かっこいい。いや、すごいぞこれ。作って思ったんですけど、今回のこちらのスーパーロボットは割と大きいです。じゃあちょっと手に持ってみましょう。おお大きさ的に大人の手ぐらいありますね。いや、でかいなこれ。横から見るとこんな感じで結構細い体型になってます。はい、後ろから見るとこんな感じです。僕個人的に思ったのが、これ見た目ほぼほぼマジンガー Z に似てますねこれが発表された当初、僕てっきりこれマジンガー Z だろって思いました。はいはい、じゃあ近くで見ましょう。まずこちらが頭部になってます。今回目は黄色のクリアパーツになってます。頭部の形なんですけど、やっぱマジンガー Z っぽさはあります。はい、そして胴体はこのようになっていて、胴体の造形もめちゃめちゃかっこいいです。拳はこんな感じになっていて、今回拳には武器を持たせられる穴はありません。はい、そして下半身はこのようになっていて、この両足がめちゃめちゃごつくて、さらに造形もすごいことになっていて、めちゃめちゃかっこいいです。はい、それではこちらのスーパーロボットの可動範囲について説明します。今回のスーパーロボットはボールジョイントが多用されていますので、めちゃめちゃ動きます。まず頭部がこのようにぐるっと回転して、上下にもこのように動きます。腕はボールジョイントになってますので、こんな感じで動いて、そしてこの肩アーマーもこんな感じで動きます。拳はこのように回転します。ちなみに胴体の可動はありません。ちょっとここが残念かな。続いて足がこのように回転して、足首もこんな感じで動きます。
そして後ろの羽もこんな感じで稼働します。個人的に羽は上下に動いて欲しかったなって思います。はい、外箱のようにこんな感じでポーズを取らせることができます。こんな感じのパンチポーズやこういったライダーキックポーズやこんな感じで空を飛んでるポーズも見事に決まります。さすがスーパーロボットですね。めちゃめちゃかっこいいです。もうちょっと足が上がればよかったんですけど、こんな感じで片足立ちポーズもできます。ちなみに僕個人的な遊びなんですけど、この後ろのバックパックのウィングをこんな感じで取ることができて、実を言うとこの拳のパーツがヒンジの受けになってますので、こんな感じで武器として持たせることもできます。あー、なんかこうして武器持たせてみたらなんかすごくかっこよくなったかも若干の違和感もあるんですけど、これはめちゃくちゃかっこいいです。では最後に大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。おおよそ高さ的にミニフィグ4体分はあります。このロボ改造したらミニフィグを中に登場できそうですねでは続いてはレゴマリオと並べるとこんな感じです。おおよそレゴマリオ2体分はありますね。個人的にスーパーロボットのスカイブルーがもうちょっと青かったらマリオのお助けロボですね。はいじゃあ続いては大きさ的に一緒な、はい、こちらレゴオーバーウォッチのラインハルトと並べるとこんな感じです。今回組み立てたスーパーロボットとラインハルトの高さは一緒ですね。でもこうやって比べちゃうとやっぱラインハルトの作り込みめちゃめちゃすごいですねじゃあ最後はこちら、僕が組み立てた戦隊ヒーローのロボと並べるとこんな感じです。大きさ的に今回組み立てたスーパーロボの方がちょっと高いですね。なんかこの3体を並べるとロボット対戦みたいでなんかすごく好きです。はい、レゴクリエイタースーパーロボットはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイタースーパーロボットを組み立ててレビューしてみました。今回組み立てたスーパーロボットはめちゃくちゃ素晴らしかったです。これはレゴロボ好きは買って損はない一品だと思います。まずこのスーパーロボットの何がいいかというと、思ってたより大きくて、さらに見た目がめちゃくちゃかっこいいのと、全体的にボールジョイントが結構使われていますので、どんなポーズもかっこよく決まるのが本当に素晴らしいと思いました。はい、今回の動画まだまだ続きます。はい、次の動画ではこちらのメカドラゴンを組み立てます。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ